クフルの DIY。 皆さんこんにちは、あやくふるです。今日はブレスレットを作ります。伸びるテグスを使っているので留め具がいりません。パールビーズをつなげただけだとシンプルになりすぎてしまうので、ちょっとアクセントとしてこのパーツを入れてみました。ゴールドのものとシルバーと2種類作りました。シルバーにはこの謎のパーツもついています。作り方はとても簡単です。では早速作っていきましょう。準備するものはこちら。まずビーズです。お好みのもので構わないのですが、今回はセリアのものを使いました。パール 8mm ライトピンクガラスのものを使っています。次にダイソーのパーツです。ヒラロンデルと読むんですかね。手芸コーナーに置いてあります。平らなビーズのような形をしていて、側面にキラキラの素材が入っています。そしてちょっと変わり種として、ダイソーのカニカン丸カンアジャスターセットというもののアジャスターの部分、この長いシルバーのチェーンみたいなものですね、これを使います。これらのパーツを伸びる透明のゴムに通していきます。いろんな太さのものがありますが、今回は 0.5 ミリの太さのものを使います。あとは端を留めるクリップを2つ、マスキングテープを少し、ハサミとビーズが転がらないように何か小さな容器を用意します。では材料を準備していきます。ガラスビーズは先ほどの容器に入れます。透明のゴムは長めに30センチ以上を目安にカットしてください。アジャスターパーツは端にこの丸カンと雫型のパーツがついているのですが、今回この2つのパーツは使わないので外します。丸カンのパーツを手で前後に開けば簡単に取れます。1パックにアジャスターは3本入っているので、3本とも先ほどのパーツは外してしまいます。ロンデルセットにはサイズが2つあります。今回は大きい方を使いたいと思います。では作っていきます。マスキングテープを少し取って、伸びるゴムの端に巻きつけます。できるだけ細く巻いて、先っちょの方は小寄りのような細い形にしておきます。そしたらゴムの反対側にストッパー代わりにクリップをつけます。このクリップのしっかり止まるところが真ん中になるように止めていきます。少し引っ張ってみて、しっかり止まっていることを確認できたらパーツを通していきたいと思います。まずアジャスターパーツから通していきます。アジャスターパーツはこのようにチェーン状になっているのですが、1個ずつに通していきます。このように1個通したら、次をこう通す、次にこのように通し、直線になるように通していきます。アジャスターパーツを1つ通すとこのようになります。くしゃくしゃくしゃっと縮めると、ちょっと不思議なパーツになるので、今回はこれを使っていきたいと思います。同じように他の2つのアジャスターパーツも通していきます。アジャスターパーツが3つ通せたらこのようになります。マスキングテープ部分はもう使わないので、ギリギリのところでカットします。次にこのヒラロンデルセットのパーツを通していきます。これは比較的穴が大きくて通しやすいです。今回はビーズのサイズとアジャスターセットのサイズに合わせて大きい方を使いましたが、小さい方でも可愛いと思います。全部通せるとこのようになります。次にガラスビーズを通していきます。ガラスビーズの穴は結構小さいので、この 0.5 ミリのゴムがギリギリ入るぐらいかなという感じです。ちょっと押しながらやると反対側からピョッと出てくるので、引っ張って通していきます。これをお好みの長さになるまで通します。だいたいいい長さになったかなと思ったら、反対側もクリップで留めます。ギリギリではないところを留める方が分かりやすいです。そしたらちょっと手を入れてみて、このようにサイズ感を確認します。私はこれぐらいで良さそうだったので、このゴムの部分を留めていきたいと思います。両方のクリップを外して長さを整えます。このゴムの素材は普通の糸などとちょっと違って滑りやすくなっているので、しっかり留めていきたいと思います。パーツの長さが揃えられたら、ゴムをちょっとだけ引っ張ります。ここで引っ張らないとちょっとだるーんとした仕上がりになってしまうので、ここポイントです。留め方ですが、片方の手の指にぐるっと1個輪を作ります。その輪を反対側の手で持って、間を開きながら半回転させて、その間にこの紐の長い部分、先の部分を通していきます。留める位置はできるだけ根元になるようにしてください。
引っ張りながら作業するとしやすいです。このように爪で押さえながらゴムを引っ張って締めていきます。そうするとこのようにしっかり止まります。しっかり止まってはいますが、念のためもう一箇所止めたいと思います。この端に合わせて固結びで止めます。先ほどと同じように止める位置はできるだけ根元に近くなるようにします。引っ張ってしっかり締まったら根元でカットします。カットした先はアジャスターの下のパーツに隠れるので特に他の処理はいりません。これで簡単可愛くすぐできる留め具のいらない伸びるガラスビーズのブレスレットの完成でーす。わー、みんなで作ってみて、できたの脳みそシワシワを味わおう。ゴールドの方はアジャスターパーツなしで作ってみました。これもまたシンプルで大人っぽい感じになっていいなと思います。2つ重ねるとこのようになるので、じゃらじゃらつけていいかなと思います。いかがだったでしょうか。お好みのパーツを見つけて試してみてもらえると嬉しいです。留め具がいらない分付け外しがすごく楽なのでとてもおすすめです。今回はアクセントとしてアジャスターを入れましたが、間にチャームを挟んでも可愛いと思います。この動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント欄にコメントリクエストお待ちしております。簡単可愛くすぐできる DIY 動画をどんどん出してますので、チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。本日も最後までご視聴ありがとうございました。アイクフルでした。バイバーイ。